大きくやはりあのこういう聖地があるということを、はい、やっぱり大きく日本の社会、韓国の社会、どこの社会に広めていくという広報活動をやっぱりきちっとしたいと。それからこの献花を毎年やってますので、この献花の本を5年なら5年にまとめて、そしてやはり世に発表していこうと、出していこうと、こういう考え、今ここで歌を読んでるでしょ、その和歌、短歌、詩調、そういうものを普及もして、そしてその異例のその精神をね、このそういう本にして、やはり世にこう出して広めていこうと、こういうことと、それからやはりここの聖地をね、このお寺さんが守るということは大変な人力がかかるんですよ。草を一本結びにしても、例えば雨が大きくうんと降るとですね、これ土砂が崩れるんですね。それからまたイノシシがたくさん出るんですよ。そうするとあっちこっちこのね、もう荒れるんですよ。でそういうのを整地するのに、やはり管理するのに非常にやっぱり年間、まあ今のところ70万くらいかかるみたいです、年間。これをきれいにする、ね、こういうふうにきれいにされてるでしょ。でそういうものを我々がお寺さんのそういう整理、環境整備するためのお手伝いを我々がするということもあるんです。まあ大きく、それからまた3つ目のあれは、我々がこういうことを通して日韓の人々がですね、友好親善をこういう催しを通しながら深めていこうという目的がある。まあ大きく言えば3つくらいの目的があるように今思われますけど、来年40周年ですね。そうですね、イベントとか予定、来年についてはですね、今実は会員も思ったより倍以上集まったし、また会費もお金もね、3倍くらい、最初の予定よりも3倍くらい集まってるんですよ。全国から来てるんですよ。だからそういうやはり皆さんには、世の中にはそういう思いの人たちがたくさんいるということを僕は今回はっきり確認しました。だから先ほど言った1000人も夢じゃないだろうというのも、夢物語じゃなく進むことはできるんじゃないかなって今思ってますよ。できるできないはまた後にしてね、夢ですから。だからまあそういう財源も確保されてきてますから、基礎的なものができてきてるから、まだ創立してまだ半年しか経ってないのにね、そういう目処が立ってきてるから、来年は何かちょっとしたきちっとしたイベントをね、ここでできればということを今考えてます。どうするかはこれから世話人会がねって考えようと思ってます。何やるでもやっぱりお金が大事だし、また人が大事だから、だから人とお金がまとまってきてますから今回はね。だから誰かできるんじゃないかと、そういう希望というか夢がここで広がったということを言えるんじゃないかと思います。よろしいでしょうか。ここの塔のことをちょっと、36、これはね、ちょっとこのいわれを、ちょっとこのね、聖地のいわれを簡単にちょっとご説明。要するに日本の植民統治がね、36年間に及んだという由来で、この塔の塔をですね、36段に、そしてこれでまあ年月を、月日を表していると。それからまたこの36というものの意味をね、この塔に込めたということでね、在日の同胞に限らず、韓国人もそうです、朝鮮人も、36年というものがですね、やはり藩の思いがやはりここに、込められているということですね。忘れないと、その時代を忘れないで、それを守っていこうと、こういうやっぱり気持ちが込められたと思います。この塔の名前は正式にどう言えばいい？これ慰霊塔です。慰霊塔でいい。で前のが慰霊碑ですね。慰霊碑で、私たちはこの慰霊碑を守ろうと、碑を守るというのが大きな目標です。ここには関東大震災の時の犠牲になられた方とか、でここ、これからのことですけれども、20世紀の特に解放後、終戦までので、日本国内で亡くなられて無縁仏、もしくは祀る方がいなくなった仏様はですね、受け入れて、この慰霊塔の下に、これ慰安室なんです、
霊室なんです、うん、でここへお骨を納めようという場合に施設がもうできています。それ、うん、であのお嬢さんがですね、つい最近のことですけども私と約束してくださったのは、20世紀 の、 その解放前までで日本でそういう不幸な遺骨、ね、は受け入れるということを明言されました、うん、ですから社会に発表していいと思います、うん、でこれから受け入れるようになると思います、うん、もしそういうご希望がこれから出てくればですね、うん、お嬢さんと図ってですね、うん、ここへ祀ると、うん、いうことになると思います、うんうん、今は どういうお骨は入っておりません。で、あの本堂に先ほど本堂ありましたね、本堂のご本尊様不動明王の真ん前に、4000今数字はっきりしませんけど4000何百名の、関東大震災、それから強制連行、それから広島の原爆で、亡くなられた犠牲者たち、全国で20何箇所です、今ちょっとそれもはっきりしませんけども、のから集められた亡くなられた方の過去帳を奉納してあります。でもしご覧になりたかったらご覧になりますですけど、あの本堂の前に入ってなかったもんですから、あのああいう形であの打ち込んだやつがあるんですよ。これをそのまま話していただいてよろしいですか。だから過去帳が、だから先ほどもあのお嬢さんがあのお経の中で過去帳を奉納してあるということをきちっと報告されておったんでしょう。その意味です、うん、この聖殿院を建立されたのはいつで、まあ、どういう聖殿院はもう今から1250年以前に、駒王若光のですね子孫の、3代目の人かな、はここを開祖されたと、正楽という方が開祖されたと。それです。だから正楽寺となっているわけですね、うんうんうん、寺の名前は正殿院正楽寺となった。だから改装した方が正楽、その方が要するに駒王のですね、血筋じゃないんですけども一緒にお供して来られた方の代の方のように聞いております、うん、要するに駒王を祀るためにその正楽がこのお寺を創設されたということですね、うん、今新しくできたのがありますよね今回ですね、うん、これはあの約400年前に本堂を建立したんですけど、その時にはこのお寺がそんなに財源が豊かじゃなかったために普請が非常に貧弱だったんですね。そして400年経ったら風雪のためにその雨雪埃が舞うものですから新しく建て直そうと、でそれを建て直す意義を1250年という縁起の年にというんで2000年に建立されたんです。やっぱり在日の方々の有志の方々が中心となって、在日の方というよりも檀家の方が主たる推進力でしたけれども、うんうん、この裏山に在日漢民族の慰霊塔を建立するにあたり、ユン・ビョンドさんがお嬢さんと非常に懇意なものですから、お付き合いが古いものですから、うん、でそういう建立をしたいということを発願なさって、うん、それでお嬢さんが許可なさってですね、うん、そして、出来上がったものですね、うん、立派なものですね、はいはいはい、心境思いをちょっと語ってください、はいはい、3分ぐらいでとにかく、我々の組織で民団だ大使館だ何だって言ってもこれだけ個人がこれだけのことをやってくれたことを全然知らないんですよ。だから、まあ、今年の3月に守る会というものを作ろうということで、まずこのどうして建てたかっていうことを知らせるためにこれが必要だということで、金が集まらないから、まあ私が先に作らせたわけなんですよ。そういうことでいずれにしてもこれから我々の結局その在日の要するに苦労して亡くなった無縁の方々の供養のために
まあ、とにかくこうしてみんな微力ながらこの会を守って、我々がいなくなっても次々と伝えていこうという気持ちで、まあ、この守る会というのを作りましたんで、まあ、皆さんも一つよろしく。そうですか。まあ、あんた最初から立ち会ってるんだから分かるだろう。はい、ありがとうございました。あ、日刊新聞の、この慰霊碑のね、あの霊を守る会っていうことで、あの日本の短歌の方もね、あの去年は39首ぐらいしか歌集まらなかったんですけれども、まあ、皆さんのね、あのご理解とご協力によって今年は、77首集まったんですね。だから結構あの日刊の問題はあのなんて言うんでしょうね、そのみんな思ってはいるけれどもなかなか機会がなくて参加できないっていうのが実情だと思うんですね。ですからこういう機会一つのきっかけとしてね、あの、まあ、本当に近い国ですからね、過去は過去としてもあの十分にね、あのこういう活動を通してあの仲良くなれるなっていうのがありまして、それで今日もね、まあ、11人参加なんですけれども、あと遠い方も結構ね、あの協賛してくださいまして、どこから、歌を出していただいてのトークは静岡の方からとかね、あのいただいてるんですよ。ですからそういう機会あるごとに今回私も精力的にね、あの歌集めたんですよ。ですから、まあ、これを今度あの今日の献花の目録を全部あの書く、その歌を出してくださった方にね、お送りしながら、でまた呼びかけはしていって、もう本当にこのね、あの日本がやってきたことやこれからねやらなくちゃいけないこと、また考える一つのね、あのなんて言うんでしょうね、自然になればいいなと思ってます。喧嘩された方は在日の方多いんですか、それとも日本の。いや、日本の、私は日本の方で77名のね、あの作品を今回あの喧嘩をさせていただいたんですね。ですから何でもきっかけがないとね、思ってても仲良くなりたいという気持ちは皆さん持ってらっしゃるんですよ。ですけどなかなかね、きっかけがないと考えてるばっかりでは始まりませんので、一つの行動としてはね、やっぱりやらなくちゃいけないですから。だから本当にね、あのこういうきっかけを作っていただきましたのでね、またちょっと今後の抱負をちょっとそうですね、これから、まあ、あのどん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 会員を増やして、もっともっと理解していただいてね、そうすればもう平和なね、それこそアンニョンっていう言葉がね、あの、はいはい、生きていくんじゃないかなと思いますね。そういう安寧な時代を。そうですね、アンニョンっていい言葉ですよね。そうですね、ですからそれもちょっと私もね、あの書いたの今持ってきてはいるんですよ。そういうことでまたよろしく。まあ、あの聖殿院のね、あの、まあ、由来はさっきあのハー・ジョン先生からお聞きしましたけど、あの、まあ、そもそもね、あの駒高句麗の子孫がここへ移り住んで来られたわけですよね。そしてこの、まあ、蛇行を祀ったと。でそのお寺にこの菊の御紋がね、こう、まあ、ついてるということを、そのあたりのところからちょっと、まあ、由来っていうのか話がある。菊の御紋はお寺で聞いたで、関東一の四つ坂だ、あの知らないのないの。菊の御紋のことをちょっと話してくれますか。はい、お寺にほら菊の御紋がついてるお寺ですよね、この聖殿は。あの、この商店員の、うん、いや、あれはね、日本に来てさ、日本式の日本のお寺がやったんであって、韓国はね、菊の御紋なんかはもうお寺もどこもありません、これは、うん、これは日本式ですよ、うん、はい、うん、だから、あの小太郎のですね、隣のね、神社の大雑魚さんが来た時も向こうの寺にもないし、ここにもありませんから、うん、これは日本に来て日本のお寺のしきたりで日本があの坊さんたちがやったことであって、うん、韓国に聞くの御紋なんてこれはもう真っ平ですよ。ないですよね、仏閣っていうのはあるけども、うん、はい、うん、だからこれは日本のしきたりです。ただあの韓国のね、その、まあ、天皇家の先祖は韓国ですよね、はい、でそういうその由来で、このね、お寺にあのそういうことで、あの、まあ、格式というのかな、そういう意味でついたのかなというふうに、こう、そういう由来は絶対ないです
あ、そうですか。これは日本のお寺のしきたりです。うん、はい、だからいずれにしても、まあ、千何百年前に、うん、要するに我々の先祖がここへ来て、うんうん、まあ、あの暮らすために来たか、あるいは祈祷のために来たか、うん、この土地へ来て、これだけの結局田原の農耕、うん、養蚕全てを祈祷指導しながら、うん、ここが要するに駒郡っていう昔の駒郡って、うん、今駒の里って言ってるわけだけど、うん、これを結局我々の先祖が守ってきて、うん、まあ駒神社とこの商店さんは、うんうん、要するに今日まで、決して日本の存在じゃなしに我々、漢民族の伝統であるということを、まあ、結局今日まで引き継いできてるわけですよね、うんうん、それに対する我々が行くところがないから、まあ、あの常用で来たり原爆で亡くなったり、うん、あるいは炭鉱を引き常用で来て、うん、亡くなった無縁仏をなんとか守ろうじゃないかということで、うん、まあ、さっきの原先生とこ の,、うん、あの会長、うん、この守る会の会長、うん、この工事は全部守る会の会長、うん、一人でやってることなんです、うんうんうん、だからこ の, あの功績をね、我々が、うんうん、この春を守る会を、あんたも来たけど、守る会を作ったその、あの、何はね、何としてもこれをもう残して、我々の遺跡として残さなきゃいけないということで、まあ、こうして立ち上がって、まあ、あの今日の、まあ、今日がこの守る会ができてからは最初の会ですけど、まあ、そういうことで、これから毎年同じことを守っていきたいと思って、まあ、今日本当に、あの統一日本にしても我々みんな組織の新聞社全部私は読んだんですよ、うんうん、それを私がいくら喋っても通じないんだよね、うんうん、やっぱしあの新聞で少し広報してもらわなくちゃいけないということで、そういうわけです。いろんなことができますね、うん、だってそれしなければあんたバカみたいに会議集めて飲むことは考えても、こういう要するに遺跡があるということは分かんないんだから、うんうんうん、それ、ね、民団とか総連の方々組織としてはあまりまだもう関心がないんで、まだまだできた、これもできたばかりだし、うんうん、私もそれ以上 PR するわけじゃ、うんうん、まあみんな組織行ってこういうことがあるから、うんうん、ぜひ来てくれって言って、東京本部のあの団長はこれ、うん、私が名前を引き出して、うん、今回のこの催しの金一封も出してるんだけど、うんうん、なかなかまだ PR できないんですよ、うんうん、これから死ぬまで一生懸命、うんうんうん、やらなきゃいけないと思いますよ、うんうん、まだ仕事が一つ増えたんで、ここ PR の、うん、そうなんですよ。ユン先生今現在、ね、お寺の前の菊の門じゃなんか、うん、あれこだわらないでいいんじゃないの。それはあの、それはナンセンス。あのユン先生は長瀞町でなんか今こう山を、むくげ山って、むくげ山ですね。むくげの山を、そう、むくげの公園の山を一つを背負っているんですよ。うん、それを要するにあの市に寄付すると言っても、うん、税金をもらいたいから受けてくれないんだって、うんうん、税金もらっていた方がいいんだって、ね、それでこの先生があらゆる施設をその上に作って、うんうん、まあ、一回あんたたちも行ってみてくださいよ、うん、それはこの前4月5日だったっけ、4月5日、あの、むくげ祭りって言って、7月か、むくげ祭りって言って、毎年1回ずつやるんですけど、それは素晴らしい、うん、あの催しですよ、うん、だからそういう、うん、人間がここに秩父の山にうずもれているんだよ、うんうんうん、これを生かして我々が、うん、光を当ててやらなくてはならないと思って、うんうん、本当に俺は若ければね、文をが書ければね、もっと歴史を、うん、掘り起こしたいんだね。そういうことだ、うん、いや歯がよくてね、うん、全くでしょ、甲州行くとね、あの王の墓は向こうで言うから私が発見したんじゃなく、全部奈良の栗を使っているんだね、うん、ね、うん、みんなあの向こう行くといろいろ聞くと、いや奈良時代は結局小暮のあれでやったんだと、うん、全部小暮がもう自分の唯なれなんだね、うん、それから百地分おで、あのあれ新羅とあの小暮の連合軍で敗れたのが百地でしょ、ああ、くだら、ああくだらね、うんうん、何万人死んだと思うんですか、日本の海軍が、ああ、うん、船がとにかく多いなり、うん、日本にある船ほとんど運んだんだね、それから天馬艦の戦いでね、どうで2万の日本の軍隊が死んだんだね、ああ、ね、くだらを応援しに行って、ああ、うん、こうやったらね、そこに
木一本も建ててくれないんだって、うん、あさあ向こうで待ってるから行こうそういうとこで、ね、こんな歴史がみんなありますよ。だから結局36年間にさ、ね、首をつけてからさ、その恨みでもあって答えね、目先しか考えないでね、文を書く人、ね、歴史を研究する人は韓国っていないの、これ先生が一番だもん。それだけ言えますね。文を書くとか歴史を研究する人は、これから勉強して。これからじゃあ覚えか。覚えよ。さっきムグワの話が出たんだけどね、うん、一つ質問します、はい、ムグワ中革命湯がなんでないんですか、日本に。聞いてられますよ、はい、ムグワが韓国の花ですよ、ムグワ、はい、国家だけど、うん、日本にいる文を書く人も知らないんだね、うん、ね、うん、じゃなく本当知らないんですよ、何一つ、うん、それからムグワ中言葉は誰が付けたんですか。無休暇、無休暇でしょ、うん、一回会社行って調べてみなさいよ、うん、どこでも学名がないのがムグワだけですよ。学名がない、まあ、なんでそうしたんですか。あ、日本のこの辞典の中にはないですよ。どうしてですかね。あのね、うん、合併する時、うん、そのあれは朝鮮行くと記録あるけど日本にはないんですよ。合併するとき、その花は国花は桜しかないんだと、うん、この花を全部切っちゃえと切ったんですよ、うん、あ、日韓併合したときですね。ああ、うん、やったらね、2年後にまだ出てきたんだね、うん、各綿帳とかいうところに憲兵隊が引っ叩いて、うん、根っこを全部取れっちゅうかんだね、うん、ほんで根っこを取って、うん、まだ3年ぐらいだったら種が飛んで出たんだね、うん、これどうしようもないんだと。ははそうすると何と言いますか、うん、あの花は一番悪い花だと、うんうん、だから日本にあのムグワっていう花は、うん、ハチスって言ったりボンバナって言ったり地方によって全部違うんですよ。学名もなければ、うんうん、それぐらいかわいそうな花だ。知らないでしょ。知らない、そこまで知らない。なんで自分の国のね、文を書く人が自分の国のね、花ぐらいはいつ咲くかというと、韓国から来た大学生誰も知らないんだもん、4月頃咲くんじゃないかとか、日本人は子供の時から桜はいつ咲いて自分の国と分かってるんだけど、韓国人は無関心だね。そんな人に俺が何を言います、うん、私は、まあ、あの日本人ですけどね。日本人ですか、うんうん、日本人であれば自分の 国を愛してね、うん、国家を愛して、うん、韓国にはそれないんだね、うん、ないでしょ。いや、そんなことないですよ、うん、日本人も韓国人もそれぞれの国を愛してますから。今韓国の大学生がね、ムグワはいつ咲いていつ散るかということを聞いてみなさいよ、うん、関心がないんだ。普通はあれはいつ、5月頃するんですか。いや、あの7月20日頃から9月いっぱいまでは咲いてます。花の中で一番長いんだね。その代わりこれ咲くとね、これ今咲いてるでしょ、夜になるとみんな散っちゃうんだね、今日咲いたら。一個分残らないんですよ、夜になると、うん、毎日毎日変わるんだね。上手、あの朝鮮の歴史とよく似ていますよ。あの韓国朝鮮がね、外国から何回侵略された、何回ぐらいと思いますか。いや、430回だもん。430回そのたんびにえらい殺されて、ちょうどムグワと同じですよ。で、一度も攻めたことがない国が、ないが朝鮮だって聞きますけどね。そうでね、団結ができないから、あ、団結ができない、はは、まとまりが、みんな一人一人が強すぎて、ああ、うん、今でもそうでしょ、うん、検索とか出るとチェラとは一票もかからないんだね、うんうん、団結、うん、日本は団結がどう始まりやとくと思います、うん、神社ですよ。あ、神社ね、うん、私が住んでいる、ああ、秩父郡市内にも大きいもんからちっちゃいものから
聞くと誰も知らないんで、私ら推定でも300から500くらいあるんじゃないですか、うん、この村であって、あの村であって、いっぱい飲んで、うん、それが団結の始まりなんですよ。あ、お祭りをね、うんうん、そうですよね、強いですよね、宇治港ね、ね、うん、そっから文を書く人は研究してね、朝鮮のことないするんじゃねえ、うん、奈良町時代にね、うん、あの女の天皇がいたでしょ、一人、それがあの水戸天皇だよね、うん、そ, それがあの百済が戦争の時九州行って指導したんですよね、まあ、自分も行こうって言ったんだけど、韓国のお寺に行くとね、お寺じゃなくあの歴史館に行くとね、全部書いてるんだもん、あれは朝鮮人だと、あの天皇は、だから、まあ、自分の言葉が朝鮮に行ってるから、子供も知るとなんだから自分も一緒に知ろうと、だからその時は百済の奈良は百済が上で、奈良の日本がちっちゃかったんだね、だから百済が危ないからお前ら来いって言ったら、その当時2万人ですよ。ああ、行ったんですね。日本にある船中は全部持っていたんだもん。それで弁護があるんでね、みんな死んだでしょ。だから文を書く人は言ってくださいよ。朝鮮の歴史家は何かって、いくら嫌でも何でも嫌いでもね、弁護があるんで2万人以上が死んだところには、食い一本差しておくように。そういうのは今ないんですよね、何も。何もないんだもん。だから日本人はね、ひどいんだと。ね、日本人がひどいと言ってるんですか。日本の歴史家はそういうでしょ、言ってね、ああいうイスラエルの人より世界中で一番ユダヤだろうと、日本が朝鮮と合併したのが一番失敗ということはそこにあるんですよ、団結はできないんだもん、だからね、文を書く人はよく基礎からやってくださいよ、そうすればみんな分かって、おのずから生きることも変わっちゃうんですよ、いや、そういう先生の話をね、いろいろあのね、伝えなきゃいけないですね。だから世代とって何にもならないんだもん、だから向上公園のあのあれもね、年に1回あるんだよね、あのお祭りが、あ、長所で、ああ、いやいや、ある50あの咲いてるところで10万もあるから、世界一ですよ、朝鮮人、韓国人は一人も来ないんですよ、言う必要ないのも、言ったって来ないし、興味もないんだね、ほんで一人だけ来たんだね、この人が、どこで聞いたか、自分、このお寺の坊主から聞いて、あんた行かないかって、じゃあ行きましょうって言って、彼一人だけ来たんですよ。あ、じゃあ在日の方々もなかなかまとまりがないと、ない、ね、ありこないでしょ、なるほどね、自分の名誉のために以外じゃねえ、ユン先生は在日の一世になるわけですか。一世ですよ。何歳の時日本に来られたんですか。私はね、まあもういいんだけど、ちょっと困って、じゃあね、中学4年の時来ました、中学4年もう一回中学4年です、17、8ですか、これはまあ何のこともないんですよ、あのね、もう一人私に訪れてきたいとか言うんですよ、上のことで俺に訪れてくる時ね、秘書が来て、これ税務署と思ったんだな、あと3人が調査して、足立区に金満流病院があるでしょ、金満さん、あったことあるんですか。はい、ありますよ、あ、気にせ総合気にせ病院っていうんですか、100億円で出して、最終度は自分の故郷だと、まだ100億出して病院を作ろうと思ったら、こっちであっちでもういろんな政治家がね、こうとかあとか袖を流すからやりたくないと、91歳ですよ、で私のと私が行くって言ったら彼が来たんですよ。17歳で最後の政治活動、
普段の刑務所入ったの。彼が覚醒運動で、彼が最後。ので目が固まらないんだね。初めて私と会って、初めて心を開いたと。91歳にして、初めて。初めて日本来て。うん、なぜかといえば、うん、心を開く人がいなかったんだと。うん、わかりますか、うん、同じトンプがいっぱいいても、うん、彼は政治家だったでしょ。うん、で向こうで病院やってるんだね。うん、あんまりあれすると、これまだ日本政府でいろいろあるから。うん、だから彼が一番初め、救急車を東京で採用したのが彼らなんだね、自分で言ったから。ほんで朝鮮人と会って立派なもんだね。うん、病院がえらいあるでしょ。ほんで、これからやっぱりあの半分自分の事業も大事なんだね。うん、だからあの老人ホームも作ったんだね。うん、それからあの看護学校もあればいろいろあるんですよ。うん、その見たら老人ホームを何か300人入るところ、井の一番に勇気を出して木目を植えると。それは足立でですか？いや、老人ホームはどっか千葉かどっかでしょ。うん、とにかくあっちこっちありますよ。一回やってみなさいよ。うん、会ってくれないかもしれないし。うん、その方は最終島の出身で、17歳の時にその目を失った刑務所入って、刑務所、それは日本の警察にこう拷問かなんかあって、その頃から政治運動かなんか独立運動してたんですかね。その当時は学生がね、みんな三民運動の後だからやりましたよ。うんうんうん、けど彼が一番若いもんで、一番最後に若い青年が釜山の刑務所入ったんだね。うん、自分が言うから。うん、それで日本に、で出ても結局また捕まるから日本に来たんだね。うん、頭いいんだから。うん、で日本で大学出て、うん、奥さんもそうなんだね、大学出て。うんうん、それで事業をして、いや病院で、自分が病院をして、お医者さんじゃなかったけれども病院の、いやいや、だから大学卒で、うん、医学科出て、お医者さんなんですね。お医者になって病院を開いたんだけど、うん、だから腹の中はもうこんなのがまだくるくるやってますね。だから初めて朝鮮人を会ったと、うんうんうん、心を開きましたと。91歳ですよ。そうですか。だから困っていれば、これにはちょっと困ったことがあれば自分に相談してくれと。うん、まあある人に相談するにはおそらく10億、20億でしょう。うん、とりあえず今私は大丈夫だと、頑張ってくれと。うん、やっぱりユン先生に何か通じるものが、心を開く、その何がそう、同じような境遇を歩んでこられたということですかね。木毛は自分の家で植えたくでもね、うん、いやあれ朝鮮人だから木毛を植えたと病院の周り、生まれるも怖かったでしょ。うんうん、俺が大々的にもう木毛公園を救っちゃったから、こりゃもう、うん、そういう気がするでしょ。そうですね、正々堂々と木毛を誇りにして、うん